では基本情報技術者試験を飛び越して応用情報技術者試験、さらにそれも飛び越して高度区分を受けるのがありかどうかというところについて話したいと思います。こちら IPA のホームページですね、基本情報技術者試験としてはレベル2の区分になってます。それを飛び越してこの上位のレベル3の応用情報技術者試験、さらにその上の情報処理安全確保支援士などスペシャリスト系の資格を受けるのありかというところについて話したいと思います。先に結論から言います。10年前だったらなしです。今ならありです。理由をこれから述べたいと思います。私についてですけど、初級システムアドミニストレーターの IT パスポートに該当するものは学生時に取得しました。そして社会人1年目で基本情報技術者試験、学生時に1回受けたんですけどそれは不合格になりました。社会人1年目で基本情報技術者試験に受かって、その半年後の試験で今の応用情報技術者試験にあたるソフトウェア開発技術者に合格しました。そしてもうここで満足して10年ぐらい受けていない、つまりコード試験は神の領域と思っていたのもあって10年ぐらい受けなかったんですけど、ここ2年ぐらいで一気にコード試験を取得しています。プロジェクトマネージャー試験、システムアーキテクト試験、そして情報処理安全確保支援士にほぼほぼ一発合格しています。で、今回のテーマである基本情報技術者試験を通り越して応用情報技術者試験、さらにその上のコード試験を受けるのはありかどうかというところなんですけど、当時の私の基本情報技術者試験の得点率は 90% ぐらいでした。で、その受かった直後に応用情報技術者試験の勉強を開始したんですけど、その勉強初学では40点ぐらい取れました。そして半年間かけて200時間ぐらい勉強したんですけど、ソフトウェア開発技術者の試験時は 60% 一発合格であったんですけど60点ギリギリの成績でした。ではなぜ昔は飛び級がないかというところですね。こちら当時の受験の問題になりますけど、こちら1から6問まで必須とあります。まず問1がこの場合はネットワークに関する知識、問2がソフトウェア品質管理について、問3がセキュリティ関連ですね。で、問4がソフトウェアプロセスアセスメントで、問5がヒープ領域といった風に、年度によってこちら全問必須ですけど出る範囲というものが異なってました。で、午後にもあって、午後にはアルゴリズムか SQL かどちらか1問が必須問題で出るような感じで選択肢はありませんでした。ではなぜ今はありかというところで、こちら現在の問題ですね。まず情報セキュリティに関する問題は問1で必須なんですけど、この問2から問11まではこの10問中4問選べばいいことになっています。経営戦略、プログラミング、システムアーキテクチャなどの領域から好きなもの4問選べばいいので、得意分野に特化できるというところが昔の違いであります。つまり昔は選択の余地がない、つまり基本情報技術者レベルの基本知識があってその上のものが受けれる。ただ今は得意分野を選べるようになってます。言い換えると、こちら私の個人的な見解なんですけど、昔は国立大学のセンター試験みたいな感じで苦手分野の知識も含めて多くの教科を受けないといけなかったのに対して、今は私立大学みたいな感じで得意科目を選べるようになってます。なのでこの得意科目を勉強するという意味では、基本情報の全部の知識がなくてもいきなり応用情報に飛びつくのはありだと思ってます。午前問題は幅広く出ますけど、こちら午前の方は暗記系がメインになって、過去問を暗記していれば合格できるレベルには達するので、午後に関して言えば得意分野に特化すれば基本情報を飛び越すのはありです。さらに30代になると多くの方から聞こえてくる声というところが、新人に対して基本情報技術者を進めているので、
30歳のベテラン領域になると今更基本情報でも落ちたら恥ずかしいというところで、受けるにも受けれない状況になってくるような感じで、一発逆転として応用情報やいきなりコード試験を受けるパターンというところが多くなっています。ただ受かるかというところなんですけど、一発合格というところは稀なんですけど、飛び級で結構実際周りの方受かってます。ただ実際に上司から部下を見る目線で見たら、資格取得だけを目的とせずに基本から幅広い知識を身につけて業務幅を広げてほしいといったところです。私の方でもこちら講座作成をしています。情報処理安全確保支援士プロジェクトマネージャーシステムアーキテクトの対策講座を作成しています。これだけ飛び級でも合格できるような知識レベルに達するように講座を作成していますので、興味がありましたらページ下のリンクから詳細を確認していただけると幸いです。以上です。